まで始まりました、もちチャンネル。さあ、今回はですね、スペシャルゲストとして、はい、ひじい先生にご来場いただきました。はい、よろしくお願いします。はい。会うのは3回目ですね。そうですね。まあ、関先生の集まり、小崎先生とかいらっしゃった時と、で、武田塾チャンネルで一回撮影した時。僕でもその関先生を囲む会みたいな時の以前からの森田先生のことを存じ上げてて、はい、ありがとうございます。関先生はすごい英語講師がいるぞっていうことを教えていただいてて、で、関先生あんまり他の人褒めないじゃないですか。はい、そうですね。そうですね、とか言いますね。森田先生のことはやっぱ純粋に素晴らしいって言ってて、 ありがとうございます。ああ、すごいですね。で、僕もやっぱ関先生が褒める講師って相当すごいんだろうなと思ってて、最近 YouTube を始められたということで。そうなんです。で、ひじい先生が一体どういう道をこう歩んできたのかですね、深掘りしたいなと思っておりまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、まあ、予備校に行ってたってことですもんね。そうですね。出身が北海道。そうですね。札幌のですね、代々木ゼミナールに通ってました、はい。当時はどんな先生の授業を取ってたとか覚えてます？英語がですね、僕は西谷先生、はいはい、富田先生、西先生ですかね、はいはいはい、この3人の授業を受けてたんで、ああすごいな。もう同じですね、はい。じゃあ、まあ、中本先生が来る前いなかったですね、はい、僕の時はコースは早稲田行きたかった。あ、早稲田慶応とかの、まあ、私立文系のコースでしたね。早慶上智。そうですね。ああ、じゃあ一応コースは同じ、それの多分サテラインの。そうですね、サテラインの授業でした、はいはい。並び的にも似たような。多分違いとなると笹井先生がまだあんまり出てない時代だと思うんで。そうですね、当時は坂井先生とかの壮大現代文とかよく受けてましたね、はい。違いで出るとしたら、ね、日本史。そうですね、日本史はあの竹内先生でしたね、はい。英国日本史で。そうです。経営文ですけど、経営文以外もじゃあ。もともとは早稲田に行きたかったんですけど、はい、ただやっぱり浪人したことによって、で、父親も兄も早稲田だったんですけど、やっぱり家族がね行った道じゃなくて、うん、やっぱり自分にしかできないような道を歩もうみたいな浪人したおかげで思えるようになって、それで慶応に切り替えました。あ、そうだったんですね。慶応文学部で、英語は好きだったんですか、もうその時から。そうですね、中学高校とか の定期テストとかすごい得意でしたね。模試とかも入試問題とかもすごい得意な方でしたね。おお、なるほど。慶応文学部に合格して、まあ、英米文学専攻に行こうとは決めてたんですか？うん、まあそれもなんか流れ的なあれで、流れだった。周りのクラスの女子とかには、はい、僕下の名前が学っていうの、はい、学って呼ばれてるんですけど、はい、学はね絶対向いてなんかやめた方がいいってすごい止められて、はい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 、厳しいから絶対あなたじゃ無理だって言われて、ね、はい、いやいや俺英語得意だから余裕だみたいなあれで言ってそしたら本当に厳しくて、あの1年留年しちゃった本当に厳しかったんですよ当時は、はい。何語のクラスだったんですか、1年の時？スペイン語です。あ、スペイン語、スペイン語のクラス。まあそうするとね、女性の方が多いクラスですからね。そうですね。僕もフランス語だったので、圧倒的に女性の方が多いところでしたけど、当時から英米と心理は危ないからやめた方がいいみたいなのありましたね。そうですね、厳しい。英米は本当に厳しかったですね、じゃあ2年でもう三谷に。そうですね。原点講読、何先生の？は高宮先生の授業です。英文学ですね、ただでもゼミは違うんですもんね。そうですね、ゼミはスカヒル先生っていう英語学の、はい、で当時は英語史と音声学を担当してらした先生ですね、英語で授業されてるんでね。そう未だにあのなんか As you know As you know っていうのを繰り返し言ってたのを覚えてますね僕はまあトースゼミですね、関先生と同じ先生ですけども、はい、じゃあ同じ英米文学専攻の英語学ゼミでやったという。そうですね。なぜでもスカヒルゼミに行ったんですか？普通この原点講読からそのまま行く人が多いんです、僕はちなみに行かなかったんですけど、そもそもあの僕も自身もやっぱ本が好きで、なんか読んだり書いたりするっていう仕事に興味があったんですけど、まあ大学の文学部ってそれともまたちょっと違うじゃないですか、はい、なんかそういうあれがあって、でただあの1年留年したんですよ、大学つまんねえから辞めるぐらいの単価を切って、はい、ところがね、大学辞めたところでまともにあの生きていける術もなくっていうので反省してもう1年やり直そうと決めて、でただ僕らのその文学部って3回同じ学年をやったらアウトみたいな。ああ、はい、ありますね。それでですね、進級が厳しかったんで、1年目ゼロ単位で、で2年目もう一回やり直そうと決めていったところが結構ギリギリだったんで、ああ、じゃあ2年生の時に留年。そうです、そうです。あ、なんか三田に行って寂しくなってたから大学いいやみたいな感じ。あるあるです。でそれで最後にこれも大学追い出されるんじゃないかみたいなあれになったんで、各教授のところにちょっと尋ねて、あの、はい、僕は単位をもらえますか的なところを尋ねに行ったんですよ、必修の絶対落とせないところに。
でそうしたら辰巳先生とかでしたっけ、はいはい、辰巳先生、とかのところに行ったら、いきなり怒鳴られて、はいはい、君はアポを取ったのかとか言われて、はいはい、で僕は当時無知だったんで大学教授に会うのにアポが必要だってことすら知らなかったんですね、うんうんうん、で当時の僕やっぱ無知だったんで、はいはい、なんだこいつみたいな、なんでお前に会うのにアポが必要なんだみたいなあれでムカついてて、でただ唯一そこで回った時にスカヒル先生っていうのが、はい、仏のように優しい先生で、なんか僕の話真剣に聞いてくださって、それならねぜひあの私のゼミにおいでよみたいなことを言われて、でそれ以降も僕は割とあの大学時代すさんでたんで、あの就職活動もろくにしてなかったんで、その時でも就職とか大丈夫ですかって優しく聞いていただいて、本当にいい方だったんですよ。なるほど、辰巳先生の出てる動画はこちらとかあるんで、うちのチャンネル、そしてスカヒル先生とトース先生の後継ぎが出ている動画もありますので、慶応の英米文学の動画出てるんですけど、そういう感じだったんですね。そうです、スカヒルゼミに行って、ええ、でも塾バイトとかもしてた。そうですね、まあまた僕もあんまり継続性がないんで、やったり辞めたりしてましたけど、はい、そうなんですね。でもやっぱ教える仕事は好きで。どこで教えてたとかって言えるんですか。当時は個別指導からスタートしたんで、はい、それこそ名工技塾とか、あ、はいはい、東京個別指導学校とかやってましたよね、はいはいはい、ここでやって、でその後、まあ、慶応出る、まあ、単位厳しかったと思うんですけど、本当に必修が厳しかったんですよ、当時は。本当に取るの大変だったと思うんですけど、それをなんとか取り、結局でも塾予備校に行こうと決めたんですか。そうですね、まあいろいろやってて就職活動もろくにしてなかったんで、で大した能力もないくせなんかサラリーマンなんかには何年みたいな単価を切ってた手前もあって、、はい、ただやっぱ生きていかないとこれダメだなっていうところで、ね、はい、塾の仕事に再び返り咲いたのが実は柳生先生とかと同じした臨海セミナーでして、はい、そうだったんですね、当時はそんな大きくなかったってことですもんね、臨海セミナーも。そうですね、今はすごい大きな塾ですけど、まだ今に比べたら3分の1とかそれぐらいの規模だったと思いますけどね、はい、じゃあ戸塚で研修受けたりとか。そうです、そうです、そうです。そう、それでザミの校に配属されて、そこで柳生先生と出会う。そうだったんですね。僕は研修まではやってたんで、一回研修長いんで、途中で別のところの高等部に、早稲田の高等部に入ったんで、行くのやめちゃったんですけど。なるほど、なるほど。そうだったんですね、じゃあ僕はそこで早稲田に雇われてなくて臨海を続けてたら、もしかしたらそうですね、どこかで接点あったかもしれないですね。それでどんな感じだったんですか。それであの臨海セミナーと早稲田塾とかもう一つぐらい小さい個別を掛け持ちして、それ1年半ぐらいやったんですね、まあ、早稲田塾もやってたんですか。あ、そうですね、やってます、ね、早稲田塾、僕もいた早稲田塾。そうだったんですね。でただその時もなんか東京での生活にも疲弊しきってたんで、まあどっかでちょっとリセットしたい的なところがあったり、はいはい、あとは会社員とか正社員経験が一度もなかったんですよ、はいはいはい、でサラリーマンなんか死んでもやらねえとか単価を切ってた割に、やっぱ一度その世界を知っといた方がいいんじゃないかっていうのもあって、うん、その正社員で一回その予備校に就職するんですね。そうだったんですね、それが実は関先生とか伊藤外一先生、岡本先生とかとお会いする修営予備校というところで、はいはい、修営予備校。当時であればめちゃくちゃ綺麗な予備校という。そうですね、校舎がどこもすごい大きくて、すごい綺麗で、まあ、言われてました、先輩の講師たちからは、まあ、一度はやっぱ修営見てみた方がいいよ、すごい講師やってる感が出るからって言われてました、静岡とかあっちの方。そうですね、それで静岡5年間在籍してました、はいはい、もう周りの社員からも奇跡の5年目っていうぐらいそこを頑張りよくなかったんですまあ会社員としてのそこですよね、なるほど、まあまあ尖ってたみたいなので、肘先生自体も言ってましたからね、まあその若気の至りみたいな時代で、なんかこれもう未だにダメなのがですね、やっぱまあ森田先生もそんな気がするんですけど、自分の頭で考える習慣がすごい強いんですよ、はい、だからなんか全体でこうだとかこういうルールだとか言われても、やっぱ自分が違うと思ったらやっぱ従いたくないみたいな、ああなるほど、世代的にもやっぱその時ももう上からのこうやっぱり圧力的なあれが強くて、やっぱ理不尽なあれってもう何ともこうやっぱ戦わないと気が済まないみたいな、わかりますね、まあ、僕も折れずにね揉めてきた人間ですからいっぱい、はい、それでもまあ戦いの5年間でした、ね、戦いの5年間、はい、まあ、やっぱ、ね、同じ業界なんで想像ができてしまうっていう、またそのやっぱ嫌がらせ的なあれがすごいんで、ああなるほど、これはもうね中学高校ぐらいだったらねもう腕っぷしで解決するんですけど、はいはいはい、社会人になるとそういうわけにいかなくなるじゃないですか、ね、やっぱ実力でもこいつらギャフンと休めばいいっていうので、まあやっぱ悔しい思いもたくさんしてましたね。そうだったんですね、戦いながら、まあ周囲そうか関先生がドーンといて、なんかね結局うまくいってなかったのがあの中のやっぱり社
員の区分がいろいろありすぎたせいで、はい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 、一枚がならなかったんですよね。ああ、なるほど。正社員講師がいて、非常勤講師がいて、うん、それでいて、正社員の進学アドバイザーみたいなのがいたから、はいはいはい、で、僕はなんか結局、当時は高3の受験生とかを正社員講師が持つことがタブー視されてたんですよね。あ、そうだったんですね。へえ。で、非常勤講師をすごい祭り上げるような形で、はいはい、で、プロの先生方がいらっしゃいましたみたいなことを言われて、僕らをこう、上下関係作られて。ああ、なるほど。ああ、なんかわかる気がします。ムカついてて。はいはいはい。まあ確かに、まあ早稲田の高等部いた時も、非常勤の中には確かに社員講師をこう下に見てる感覚ありました。僕はまあ大学生だったんで、その社員講師が僕を研修するっていう立場だったんで、僕がこう下の上下の関係でしたけど、他のプロ講師たちはやっぱりこう下に見てましたね。でね、なんかいろいろな実力で劣るっていうのならば、まあそういう扱いで構わないわけだから、はい、何も劣ってるわけねえじゃねえかって僕は思い込んでたんで、例えばだからあの1回目にあった高3のイベント授業なんかは、その非常勤講師の祭り上げてた講師のイベントに100人以上集めて、はいはい、僕のイベントを何人だったと思います？なんですかそれ。100対いくつ？怖っ。計算しやすいじゃないですか、100対いくつ。最初ですね、3人とかだったんですよ。もう唖然としますよね、はいはいはい、なんで向こうが100人で僕が3人なんだと、はいはい、しかもやる前じゃないですか、うん、やる前からだから勝負が決まってて、なるほどなるほど。それで見たらやっぱり時間割で僕のそのイベント授業のところは名前がそもそも入ってないんですよ、誰も宣伝しないし誰も押さないっていうので、はいはい、でその期が始まってからも結局僕の授業を取りたいっていう風に生徒がいても、その中間のやっぱり営業職の方々が他に誘導しようとするんですよ、うん、あ、なるほど。こっちの授業の方がいいから、うんうんうん、こっちの授業は新しい発見があるから絶対いいみたいな形で、うんうん、生徒がそれを乗り越えないと僕の授業を取れないような状況でして、なるほど。それでもう頭きますよね。それはそうですよね。もう校舎の周りぐるぐる回って電信柱に蹴り入れたけど、やっぱ足も痛えなみたいな感じでほんともうこいつら許さねえと思って、うんうんうん、で一方で僕と同じ正社員講師の上の方々もいらっしゃるんで、はい、そういう方々にやっぱり助けを求めるんですよ、はいはい、こういうことが起きてこれを耐えなきゃいけないんだって言っても、やっぱ誰も聞いてくれなくて、高3がモテるだけいいじゃないみたいな形で、いやこれももう一人で戦うしかねえみたいなあれで、うわー、そうです、ね、それでまあ一周すると勝手が分かるんで、はいはい、もう二周目はもう絶対好きにさせないと思って、それでツイッターとか始めたんですよ。そうだったんですね。集客も自分でやんなきゃダメだろう。おお、それはもう先駆けてますね、ポスターも自分で作って、で生徒の昔のアンケートとかあるからコメントはあの自分で下にくっつけてくる。なるほどなるほど、はい、自分で自分の授業を売らなきゃダメだと思って、昔はやっぱりその専任の人は授業もあるけども、でも勧誘しなきゃいけないとか電話がけしなきゃいけないとか、いろんな仕事があって、だから授業に集中できなくて、やっぱりこの授業力ではこう下に見られがちっていうのが、まあありますけど、それでひらめいたというか、もう自分でやらなきゃってなったんですね。いやもう闘争本能に火がついた。科目のトップの講師とも死ぬほど仲が悪かったんで、そうだったんですね、僕があの電話で一方的にブチ切れすぎて、はいはい、僕のところの部長になんか静岡にとんでもない社員がいるらしいだとかいうあれが来たぐらいで、であともう社内でもあまりに理不尽な制度があるんで、一回も本当に頭きて、高校授業部の一番偉い方ですよね、取締役の方に直接文句のメールを打ってしまったことがあって、はあ、すごい、その時はもう3日後ぐらいにクビかなとか思ってましたけど、やっぱ誰も動かないんですよね。やっぱり何か変えるにはもう自分がやるしかないしっていう。ツイッター大丈夫だったんですか？そうですね、なんとかかんとかって、もうとりあえずもうイベント授業を集客に行かなきゃいけないっていうので、なんか戦いの5年間でしたね。そこででも出る日がやってくるわけですね。でただなんかやっぱり目の前のことに必死で取り組んでて、かつ正しいことをやってれば、なんか風向きが変わる瞬間があって、徐々に僕のやってたことの正しさみたいのを認められて、うん、で何よりやっぱり生徒には一生懸命教えてたんで、5年目ぐらいにですね、よくも悪くもなんかこう今までの敵がいなくなったような状態になって、で周りもすごい慕ってくれる講師が増えたんで、うん、これかえって良くないなみたいな、なるほど、なんかあの矛盾するようなんですけど、敵がいたらねそれをやっつけるために燃えるわけなんですけど、いなくなったらいなくなったらなんか寂しいなっていうのがあってそれでそうなんです。実はその5年目のところに複数の方向からスタディサプリに、今スタディサプリになるお話をいただいて、それでじゃあやめようと
URL で予備校を辞めてきました。すごいですね。思ったよりめちゃめちゃ長くなりそうです、ね、スタサポの話をじゃあ次はちょっとしたいと思いますので、はい、こんな形で実はすごく共通点が多かったというですね。じゃあ次回の動画もちょっとお聞きしたいと思います。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。藤井先生のチャンネルも貼ってありますので、はい、そちらもぜひ見てみてください。